はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデイジだってことで、水の悪魔カッコ魔球に挑戦していきたいと思う。ってことで、今回使うデッキはこんな感じで、ここのステージはウォールブロック、フリーズブロックに注意。ブロックを破壊すると弱点が出現するんだな。そして15体以内に倒さないと特殊攻撃を食らってしまうみたいだな。ってことなんで、ウォールブロックで、スーパーウォールブロックは1、2、3枚で、ウォールブロック持っているが1、2、3、4、5、6、7枚で、フリーズブロックを持ちが1、2、3、4枚かで、一番最初のウォールを破壊、して2番目にフリーズブロックを破壊して3回目にとどめを刺すみたいな感じで、できるようにデッキを組んである感じじゃ。ってことでやってみよう。まず最初に、作りたい言葉があるんだが、木と木の間にウケガキって言葉を作って、で、どうしたかな、シーン、あ、来なかった。大統領令を発せ。どっちでもいいな、これは。シーンで、進行これで、一応ウォールは一番最初に破壊できます。最高のスマイルを、みんなの思いを乗せて。そしたら、どうしたの、これで。で、こっかにしよう。で、来ないかな。こう、はい、とりあえず、なんとかなったな。わかれ、三元キースの力。うわカタストラビア。天秤は触れた。ココラムスはエクリプス。そしたら、これでこう。そうかい。君の因果にふさわしい言葉は、
3ターンで、倒せる感じになってる。一人でね。まあワンチでやるときは、一番最初の人がウォール破壊して、2番目の人がフリーズ破壊して、3番目で、とどめを刺すみたいな感じでやると、結構楽に、進むことができるかもしれないよ。ということで、今回は、こんな感じに、デッキが、こんな感じのデッキでクリアすることができました。ということで、今回はここまで、大魔王オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。